マルタ騎士団の紋章マルタ宮殿は、イタリアのローマに存在する宮殿。この宮殿は、イタリア・ローマのコンドッキ通り68にある。用途は宮殿。現在はマルタ騎士団本部として使われている。この建物内は、イタリア政府から、違い保権が認められている。マルタ宮殿の所有者である、マルタ騎士団は、元は東地中海で名を馳せた、騎士修道会であった。 元の名を聖意ヨハネ騎士団といい、ヨーロッパ三大騎士団の一つにも数えられたが、最初の拠点悪根が陥落した後は、ギリシアロドストを拠点とし、事実上の海賊として活動した。しかし、東ローマ帝国を1453年に滅ぼしたオスマン帝国によって、本拠地ロドストを奪われた後、マルタを拠点とした。マルタをも奪われた後は本を。 イタリア本土に移し、主権持つ自治組織として活動し、現在に至る。今では、軍事組織、宗教組織としての色合いは、薄れ、医療などの事前活動を行っている。国家として5カ国と公的な関係を保持するマルタ騎士団は、独自のコインや切手を発行したりもしており、マルタ宮殿内では高度な自治を行う。この宮殿は、イタリアのローマの街中に佇み、 他の建物とはそう違わない外観を持つ造りである。しかし、イタリア建築の様式がよく保たれていると言われ、正面のファサードにはマルタ騎士団の国旗が翻る。中庭にはマルタ騎士団の紋章が床に衣装されている。現在、パラッツォイコールマルタとも呼ばれる。建物はキリーシの石材で作られている。この宮殿は、おじがマルタ騎士団の代表であった。 マルタ島生まれのアントニオ・ボシオ公によって、16世紀頃に、ローマでの拠点、支部大使館として購入され、それ以後は、マルタ騎士団の一大拠点となる。ボシオ公が1629年に亡くなった後は、1720年代頃まで、カルロ・アルドブランデーに、アントニオ・マノエル・デビルヘならマルタ大使たちによってこの、宮殿を現在の規模に拡張し、 宮殿の修復と追加の装飾を重ねた。その度重なる増築の時点ではこの宮殿はマルタに本部がある、騎士団のローマ大使館という位置づけであったが、1834年にマルタ島を追われ、イタリア本土に本拠地を移転すると、マルタ騎士団の本拠はそこに置かれるようになる。また、騎士団の本拠がこの宮殿へ移された後、約60年後の1889年、 宮殿は広範囲に改装され、中庭に大噴水が加えられるなどの改修が行われた。1894年までの間に行われたこの集築で中庭の一部などは変化したが、基本的な外観など元の特徴のほとんどは保持された。2008年3月11日から2017年1月28日まで、マルタ騎士団長であるフラマシューフェスティングがこの 宮殿内に居住していた。また、マルタ騎士団政府及び行政の職務の大半は現在も宮殿内で行われている。ベネツィア共和国、ジェノバ共和国などの貿易戦などを襲った。ありがとうございます。